キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、ゴールデンウィーク、1、2、3、4日目の方もいらっしゃれば、今週始まって2日目ということで、だるいなーという方もいらっしゃるかと思います。はい、お疲れ様でございます。今日のこちらの方面は晴れでございますね。昨日も結構天気が良く、ねえ、暑かったですよね。はい、こちらかな。全国的にそうじゃなかったんだろうかと思うんですけど、皆さんのお宅はいかがだったでしょうか。ゴールデンウィークはぁっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私もその一人でございまして、今日は火曜日ということなんですけど、明日か。お休みいただきます。先週はなんだかんだ言ってですね、ちょっと軽く仕事しておりますんで、はい、やっと休みがーとか言ってですね、まあそんな感じの気分で、ございますが、はい、巷では結構もう休み、俺休みやーっていう感じでですね、はい、昨日もあのストーリーかなんかでやって、ちょっと見てたんですけど、リビングでポップコーンを置いたりお菓子を置いたりして、もう朝からビールをやってる方もいらっしゃいましたですね。はい、今からクズ日和みたいなね、なんかいいじゃないですかね、休める時に休んでくださいよっていう感じなんですけど、はい、やっぱりこの辺は格差社会、格差社会だよなとかって思いながらですね、はい、お金持ってる人は時間も持ってるもんなんやなとかって思うんですが、意外とそうでもないんですよね。めちゃめちゃお金稼いでる人はなんか時間あるかって言ったら意外とそうでもなく忙しかったりするんですよね。だからオンオフをね切り替えるということで、ズバッとこう休む人はね、ええのかなとか思うんですけど、はい、もうとにかく働けどもお金は貯まるけども、今がないっていう方もいらっしゃれば、働けどもお金は全然貯まらんし、ね、時間もないっていう、ね、悪循環になってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、私そっちの部類になります。難しいよね。はい、休まんが正義でもないしね、だなぎゃなとかに思うんですけどね、はい、まあ、結構は、SNS、インスタをこうやってね、見させていただくと、いろんな方の生活っていうのが、まあ、垣間見れるというか、へぇ、そうなんやーとか言って、ねえ、まあ、片やなんかすんごい高級車乗ってる方もいらっしゃれば、ねえ、もう細々とされてる人もそらほで、それは当たり前だってね、でもね、それも人生、ねえ、みんなさん、楽しんでいただければなとかって思いますが、ただこの、ね、YouTube、パキポキさんのぼやきを聞いてる方は、まあ、ちょっと既得な方じゃないかな。既得リスナーとね、いつも私は言わせていただいてるんですけど。だってですよ、今もう YouTube めちゃめちゃ面白いのいっぱいあるじゃないですか。その中の、ね、一つとして、これで聞いていただいて、ね、笑っているのか、ムカついているのか、舌打ちしてるのか、ね、それともただ流して頭全然入ってこないのか、多分そっちじゃないかなとか思うんですけど。ね、そんな感じでございますけど、ありがたいですよ。貴重な時間を削ってまで見ていただいてっていう感じがするんですけどですね。はーんと、心より、感謝いたします。はい、じゃあこの続きはまた後でー。はい、パキパキさんのおぼやき続きですということで、相も変わらず天気がいいでございますよっていう感じですけど、ですね、皆さんいかがですか。明日からの暦通りで行けば3、4、5、6までですかね。はい、お休みみたいですね。
で、6日が、岡山県倉敷市、今週前だけでマッチ、164パートかな、忘れたんです。163パートかな、164パートですかね、はい。縁日第2回目ということでですね、はい、バンキシャの吉野さん率いる備前屋、過去仮備前屋、過去縁日ですかね、はい、率いる、イベントございます。まあ、超まったり、ちょっとこう余暇を過ごそうかなとかって思われてる方はぜひこう顔をね出していただければなとか思うんですけど、まあ、ただ場所がただの民家なのでどういう風な施設でどういう風な中身なのかは未だにちょっと私も分かってませんので、行けば分かるさみたいなね、感じなのかなとかって思うんですけどね、はい、まあ、知らんけどっていう感じにしておきますか。あとは、なんかイベントじゃキャンペーンですかね。はい。あの方は、ラストプランさんですかね。あの、アルミ町で、ね、結構今、いろいろ注目を浴びてる方なんですけど、金の、鉢、アルミ鉢、新鉢とかな、ちょっとごめんね。はい。プレゼントキャンペーンらしいっすよ。ゴールデンウィーク中に、ね、あのフォローと、ストーリーで宣伝していただければ参加条件みたいな感じでね、あるみたいですよ。金塊ですね。使うのはもったいないなとかと思うんですけど、でもね、あれ下もちょうどこう水をこう抜けるように穴が開いてあるんですね。すごいなとか思うんですけど、ちょっと気になった方はぜひラストプランさんですかね、はい、インスタの方でちょっとチェックしていただければと思います。で、あとはバリエンバチのバリエムさんと、ライズコーデックスさんですかね、はい、コラボということで、バリエムさんの鉢に、ライズコーデックスさんの、販売してるのパキプスですかね、2株これもプレゼント企画らしいですよ。で、パキプス高いよね、すごいよね。そんな感じで、思うんですけどね。もう妖怪がよくたまーにって言うんですけどね、あのパキプス行ってもうたとか言って、あっておりますけども、ぐじょぐじょになったりね、してる人いますけど、いやー ちょっと怖いよね。まあ、オペルクリカリア系列で言えば私デカリですかね、を未生ですかを育ててますけど、あんな太い幹になることはまずないですわ。うまいことこう剪定して、ふっくらさせればっていう感じですけど、剪定するのも怖いですわっていう感じですよね。だからもう順調に枝が伸びてますって感じですよね。どうなっていくんだろうね、枝がどん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 伸びていくかなとかってね、でなかなか起きないなと思ったら、昨日あたりですかね、ちょっとこう緑色のなんかこう芽が、見え出したので、やっとこっちも動き出したかと。で、デカリ系はもう雨ざらしです。もうとにかく濡らせと、水を潤沢に与えろという形なんで、カキポ系とはちょっと違う感じの育て方ですかね。冬越しはもうずっとそのまま水やらずに、多分地中に埋まってるタンクはね、そこがちょっと水を持ってるだろうから、そこで任せでということで、でだん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 体熱くなってきたら多分水かなり欲しがると思うので、外に置いてぐん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 水、もう腰水がいいんじゃないですか、っていうぐらい水与えるっていうようなスタイルで、行こうかと思っております。はい、さて、あとは何かありましたですかね、何かあったかな。私のフォロワーさんで同級生の、長蔵さんですね。長蔵さんがもう5月いっぱいでライブをするのを止めますとかって言ったんですけど、なんかあったかいな、あの人なんかね、仕事転勤とか、なんかそういうのあったかなとかって思って聞いたら、いやもう販売する株がなくなると思うんで、どんだけ売ったって感じですね。まあでも、そうっすよね。仕入れて売ってるわけじゃないんで、あの人は趣味家なんでですね。で、それで、自分の、
まあ、小株なりなんかなりでもう最後ら辺になったらもうほんとちっちゃいのとかってやっぱなってきてましたもんね。ある意味断捨離上手ね。でまたちょっと立派になったらまた、ライブでっていう感じなんでしょうか。結構毎回毎回ね出せる、まあ、静岡のグリラックスさん、グリさんとかはいっぱい持ってるぐらいだよね。違う、もう生産者ちゃうんっていうぐらいですね。いろんなの重演にしてますしね。小倉も重演してましたよね、確かね。すごいよ、静岡そんなに歩かないのかなとか思ったりするんですけどですね。さて、じゃあ明日からまた、またちょっと休み、本格的に休みということでしょうから、車も人もすっげーだろうなとかって思うんですけどね。まあ、結構お休みはいろいろ行かれると思うんですけどね、映画を見たりね、どっかイベント行ったりね、あとなんかお店回りしたりですね。映画で思い出しましたけど、東宝がなんか値上げするらしいですよ。このタイミングからってね、ゴールデンウィークの時に会えるんかいっていう感じがするんですけどですね。まあみんな今値上げでね、見入りが良くなる方であればいいですけどですね。どん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 取られる方の立場であればちょっと辛いかなとかって思います。はい、じゃあ明日は水曜日ということで私お休みいただけると思いますので、お休みいたします。はい、皆さんはもうゴールデンウィークかな、やっとゴールデンウィークという方がいらっしゃるかと思うんですけど、はい、まあ、楽しんでくださいということで、引き続きゴールデンウィーク派っていう方ですね。はい、井出さん頑張ってくださいね。はい。まさか、他の SNS は全くせず、この YouTube でつながったという貴重な、もうフォロワーさんっていう感じ、私の中ではフォロワーさんと思ってますんで、はい、ぜひまたなんとコメントいただければと思っております。はい、じゃあ今日はこんな感じでやろうと思います。お疲れ様です。てっけにじー。ついになって悲しみが力となって、愛しさが何かを壊していく、そこは涙とついになってたぎりが溢れかえって全てを背負った